ルナ、考古学地域ルナはイタリアにある古代の都市。ルーには現在のサルザーナの4マイル南東にある。枕川の左岸に位置し、帝国時代にはエトルリアとリグリアの間の境界をなすエトルリアの辺境の町だった。古代ローマが最初にこの地に登場した時、この地はすでにエトルリア人とリグリア人の所有地だった。主に港のために重要視されており、 ウィッチによると、ラスペツヤの湾あるいはラスペツヤ湾として知られる、ティレニア海の岬と湾であり、一部の著作家が支持しているような単なる川口ではなかった。2000人のローマ市民がその場所を見つけたとき、すなわち、前177年以前には、町は建設されていなかった。エンニウスの著作には、港が言及されていて、前205年に、ティゥス・マンリウス・トルクアトゥスの下で、 彼はそこからサルディーニャへと航海した。ローマ人は、前195年頃にはこの地域をめぐって、エトルリア人とアプアネ人相手に争った。この地域は、今日のカラーラの大理石採掘場から大理石の採掘を行う基地として利用されていた。カラーラの採掘場の大理石は、上質で、港は、ローマへ送られる、大理石の発送場所として便利だった。街は、 全177年に、プブリウス・アイリウスとマルクス・アイミリウス・レピドス、およびクナイウス・シキヌスにより建設された。マルクス・クラウディウス・マルケルスのリグリア人とアプアネ、人に対する勝利を検証するために捧げられた全155年の、碑文が1851年に、ルナのフォルムで発見された。ローマ帝国の下では、海岸道沿いにあったものの重要性は失われたが、 カンラーラ近隣の山々で取られた大理石によってルナ大理石の名前も知れ渡っていた。大プリニウスは彼の時代に発見された大理石の話を伝えている。良質のワインも生産されていた。ルナはバイキングの指導者ハステインがそこをローマだと誤って略奪した街だと考えられている。彼は死の直前にキリスト教徒に改修したと予想教会に。 葬られるよう格索して、棺に入り町に潜入し略奪した。町は1016年にアラブ人 T により滅ぼされ、1204年にサルザーナへ死教座が移された。劇場、円形闘技場などのローマ時代の遺跡が数箇所残っている。エトルリア文明の遺物には光は当てられていない。クンツの調査では、そこから アペニン山脈を横切る古代道があったとする結論を導いているようである。その古代道路は、現在のサルザーナからパルマに至る、鉄道路に沿っており、ポントレーモリ近くで分岐し、一つは、ボルゴバルディターロ、ベレア、ピアチェンツァに至り、他の一つは、パッソデッラシーザを経て、ホルノーボディターロとパルマに至る。ありがとうございます。